毎度、教育ジェットです。今回もね、この河原割りの方に来たんですけど、まあ、この撮影の前に、竹原さんの方のチャンネルで、河原割り対決、まあ、させていただいたんですけど、まあ、こちらの方のチャンネルでも、ぜひ対決したいっていうことになったんですけど、まあ、前回僕の方のチャンネルで、頭で割るっていうね、ことにチャレンジして、まあ、ああいう結果になったんですけど、まあ、これからちょっとこういうコラボとかなって、シリーズ化できたら面白いなって思っててのオファーいただいたので、ぜひ、世界チャンピオン、どっちが頭硬いか対決しようかなと思いました。その前にね、拳痛めちゃいけないってこれでやって、頭でやったら頭痛めちゃうじゃんね。いや、僕、前回やらせていただいたんですけど、全く痛くなくて頭。本当。僕結構、まあ頭硬いって昔から。石の頭なんですね。そう石の頭なんですけど、全く痛くなくて、前回はだから12枚ですよね。12枚です、ね。12枚か。12枚割って、この本当24枚積んだ状態からの12枚割ったので。オーケー。まあでも竹原さん、でも身長があるからちょっと強そうですね。目標何枚ぐらいですか？そこの最高は頭で何枚ですか？いや、特にそうです。あ、マジで？なんかあれなんですよね、こんだけ積んでっていうのがいないんですよ、ね、いないですね。なるほど。だからチャレンジがあんまりいないんですよね、はい、する人が。じゃあ13枚目標低くないですか？全部いったんわーぐらいそういうあれ。まあでも13枚でもすごいと思いますけど、僕前回やって思いました。13いったらチャンピオンです。チャンピオン。今僕暫定チャンピオン。あれ頭部門。いや、割り切ってない。結構チャンピオン乗ってないじゃん。いや、ちゃんと頭部門作ってくれます。13いったらちゃんと出します。ああ、オッケーオッケー。京口さんは目標は？いや、もう、まあ、前回の12枚は超えたいんで、僕も13枚なんですけど。でもまあ順番的にそうですね。竹原さんにやっていただいて、うん、それを越したいので。そうだね。はい。まあでも僕本当にデュランの再来言われたんで、命名受けたので。俺もね、結構石頭なんだよ。石頭っていうか、石頭じゃないかもわかんないが、頭が硬いんだけど頑固なんですよ。正解だよ。そういう頭硬いです。そう、僕はもう全然硬いですけど、対決。じゃあいいですよ、いいですよ。結構難しい。コツだけ、なんだっけ。コツは、ちゃんと赤い丸ドンピシャに捉えて、ああ、下に力を入れたいんで、ごめんなさい。あれですね、こう言って後ろに引いちゃったらダメなんですよ、はい。真下に落とす感じですよ。ごめんなさい。そうそんな怪しい。めっちゃ割りそう。そんな謝ります。滑りですごい。もう謝ってばっかりの人生なんで。本当ですか？あ、そうですか。いけそう。じゃあぜひ掛け声と早速絶対いってやる。心の準備できたら教えてください。はい、できました。しゃー、かわり偽の記録チャレンジ24枚、気合い入れてお願いします。はい。歯を食いしばった方がいいよね。ごめんな。おー、すげえ。いいな。出ないでしょ。11枚残ったんで13っす。うわー、すげえ。うわー、やばい。あー、これもう一回やりたいな。失敗した。あー、すげえ。ガチで、うわ、超えられた。すごい、チャンピオン。うわー、ちょっと失敗した。うわー、まだいける。もっとできた。あるこれより簡単だね、タイミングは。結構、ね、はい、首の力入れて真下に。うわー、プレッシャーやわ、これ前回のこの記録を超えた。すごい。暫定チャンピオン。素晴らしいです。なんか痛くないですよ。痛くないですよ。皆さんめっちゃ気持ちいいって言われます。逆になんか気持ちいいね。いやでも分かります。本当に気持ちいい。わー、悔しいな。これ行きたいな。まあ、京口さん発祥が新しいうちの競技が。そうですね。続き部門。チャレンジの続き部門。すごい。じゃあお願いします。目標14枚。そうですよね。もう目標14枚です。そうですね。はい。行きますよ。まあ、前回僕1回やってるんで2回目なんで、コツはなんとなく。うわ、やっぱ強いな。いや、仮に一緒だったらどうなるんですか？もう1回。全然儲けたもんね。やめろ。ちょっと待ってください。マジで。そういうことですよね。そういうことです。いや、残りの川大丈夫かなと思って。念のため。やっぱりドローやったらもう持ち越しで。そうですよ。もうまた別のなんか対決してもらう。別の対決しちゃうんすか。お金のことしか考えて。ええ、まあ。じゃあちょっと次ます。お願いします。はい、いや、すげえ。でもかなり頭落としました。もっといけたね。いや、すごっといけた。そんなこのうちないんですけどね。頭部門。
いいですね、さっきと逆でプレッシャーかかる。ほんまにこれあれですね、さっきやる方が気持ち楽ですね。高校の人の方がプレッシャーあるから、ね、大丈夫ですよ、プレッシャーに強い男は。いやいやいや、プレッシャーに強い、プレッシャーに強い男じゃなければ2回級すらできないよ。いやちょうどいい具合に1枚抜きだったね。本当です ねこれで18枚で終わられたら俺はもう無理でしょ。追いつけない、うん、あすごいな、13枚ちゃんと。ジャリンジャリン。13枚か。余裕でしょ。いや。京口チャンピオンはプレッシャー勝っております。俺が13枚だっけ？13枚ですね。で前回の自分の記録が12枚。そうですね。僕前回自分のチャンネルでやったのが12枚なので。あえて1枚だけ抜いてあげました。あ、狙った。うわぁ、じゃあよしよし、お願いします。大丈夫ですか。はい、しゃあ、かわり偽の記録チャレンジ24枚気合入れてお願いします。しゃあ、10枚残った。14枚しゃーおっしゃー気持ちいいしゃーこれすごい、マジマジ気持ちいいね、めっちゃ嬉しいめちゃくちゃ嬉しい、これやばい、ここ最近で一番嬉しい。マジ結構フォーム良かったっすよね。いや、めっちゃ良かった。いや、嬉しいんで、めっちゃ気持ちいい。多分今もう14枚以上無理かも。いやすごい、ベスト。しかも見て、めっちゃ綺麗、真ん中いった、がミートしましたね。すげえなすごい、勝った、嬉しい、マジ嬉しい。ありがとうございます、ありがとうございます。これもうあれだね、楽勝で防衛だね。いや、本当です。次の試合ね。次の試合も。すごいな。飛び方もすごい良かったもんね。真下に振り落とせました。京口さん、お写真飾ります？おっしゃ、いいっすか？おっしゃ、バンブンで。いいっすか？おっしゃ、嬉しい。チャレンジ待ってますみたいなメッセージ付きで。おっしゃまさかの今日頭でチャレンジの頭部門っていうのを作ってくれるということで、今日から僕があのチャンピオンということなので、ぜひ、ね、チャンピオンだよね。そうです、うん、いや嬉しい、前回12枚やったからほんま嬉しい。いやでもめっちゃ強敵だったわ。いやいやいや、次はでも俺勝つけどね。ですかやめとく。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたぜひ、まあこういう結果だったんですけど、うん、ぜひコメント欄で、まあ俺の方が強いよとかチャレンジしたいとぜひコメントで言ってもらえたら、チャレンジしてください。それでもこれでも枚数によって変わってくるんで、もう24にしときますよ。そうですよね、僕の頭部分チャレンジするとは24枚けらしいので、ぜひチャレンジしてもらえたら。お金に困ってるらしいですあのご時世、こういうご時世なので、土日祝かな、あの営業してるっていうことなんで、近くの人はぜひ僕にチャレンジするもいいですし、まあそれ以外の人もチャレンジとかいろいろ面白いこと多いと思うので、ね、なんかあるんですよね、なんか切るやつとか、刀も、刀でなんか竹巻き藁を切るやつもあるらしいんですよ。そんなもんね、体験したいっていう人はぜひここに来てもらって。でも次の対決は刀で対決。いやいやまだチャリーンってやっぱね、俺も大変なんですよ現役選手にやっぱね、肩を持ってもらえる、肩を持たさないとね。いやマジで頭勝ったと思ったのにね。いや嬉しい、1枚差すごいさ。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、行きます。はい、1位 OK です。ありがとうございます。